東方市は中華人民共和国河南省定州市に位置する研究市。古くから文明の栄えた地で中国の名山の一つであるスセ及び少林寺が有名。少林寺をはじめとする文化遺産は天地の中央にある東方の史跡群として世界遺産に登録されている。スセ伝説では夏王朝が洋上にとを築いたとされ、うと洋上の別称がある。 前漢の第七代皇帝、武帝は、須瀬に遊び、この時に数光帝が正式に設立された。随代に、須瀬の南にあることから笠見明ア圏と改称した。当代、自ら皇帝に即位四国号を州と変えた、武則天は696年に、須瀬に登り、この山を中岳に封じて、笠見明ア圏を、東方圏に、洋上圏を、津下政権に改称させた。 近代に東方、津毛の両県は合併させられ、東方県となった。1994年5月30日、国務院は東方県を廃止しに昇格させる案を批准し、東方市となった。中国最古級の仏教寺院、法王寺。北には、須瀬がそびえる東方市は、河南省の中西部に位置し、小竹の内の中岳にあたる須瀬の南陸に、町が広がる。 地域の東西の幅は5 6トル、南北の幅は3 5 5トル。地形は産地と丘陵がある地で、平地は少ない。温帯の大陸性気候に属する。洋上区鎮は工業区。洋上区鎮は東方市の東南部、市の中心から1 3トル離れた場所にある、面積1 5トルの工業区で、6つの行政村を管轄する。 ありがとうございます。